あ、スタッフです。赤信号ですね。私若ですね。本当です。我々も若いじゃないですか。気持ち的には若いですよね。同じです。我々が若いですけど、目的が違う。お、まだ大丈夫。 ここから外苑前ってどいですか。ちょっと遠いですね。反対側はってことですか。反対、まあまああっち側、右側のそっちの方なんで。はい。じゃあこっちの方はバーって行けば。あ、行きます。わかりました。はい。歩いてよりですか、それとも電車乗ります。あ、でも歩いても。あ、本当ですか。散歩、歩くの大丈夫。あ、大丈夫大丈夫です。ここ竹下。うわ、すごいですね。 うわ、かっこいい。これでもね、もうね、今日平日ですからね。<笑>平日中だけでこんなに、すごくいいじゃないですか。まあね、学生は休みですけど。うわ、初めてでしょ、こっち。本当です。いろんなお店が。まあ、本当です。まあ、若い人は。完璧に、スタイリッシュな的には。 東京と拉致じゃないですか。本当です。東京そうです。千葉県。あ、そうなんですかね。田舎、カントリーですね。いやいや、ここの時よく僕に来たかなと思ったんですよ。ああ、まあ、ね、何回かはしてましたけどね。ああ、お買い物で。ね、そうです。やっぱり友達となんかも開けたら、めっちゃ楽しいと思います。初めて中学生の時に。はい。 ああ、これか。本当ですね。僕の今のみたいなもんね。その中学の時の今僕の。その頃ってまだ携帯とかもなかったんで。なかったですか。調べられないですね。本とかでね。あ、本で見るんですか。本で見て、ああ、これか。ああ。 すごいですね。味はどうですかね。あ、美味しいですよ。美味しいですよ。まあ、クレープでも食べましょうか。<笑>うわ、すごいですね。これ長いですね。あ、こっちもすごいですね。並んでます。 すごい久しぶりだよ。<笑>
めでとう。ここにいたの。まあある意味トレンド本当ですね。若い人だね。みんな怖がられてる。犬カフェ。犬カフェ。すごい。犬と一緒に食べるんですかね。やっぱりワンコが好きな人たちが絶対できるです。あ、またまた。こんにちは。すごいですね。原宿ってこんなに綺麗。知らなかったです。そうです。初めてです。初めてです。懐かしい。本当ですね。明治通り。はい、じゃあこっち行きましょう。原宿ストレート、あ、じゃあ原宿ストレートって書いてあるよ。うわ、これが。ストレート。何のお店だかよくわかんない。いろいろ多分ね、変わりも早いんですよ。それが出ないの。うわ、違うお店になっちゃったりとか。すげえです。ちっちゃいカフェとか。そう。タクシーも走ってるってすごいじゃないですか。こんなちっちゃなね。それサクラパウス。サクラ、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 ああ、近いですね、近いですね、うん、ここですから、そこに、ああ、近いです、本当に近い。でもちょっと早いですよね。早いです。まだ3時半です。はい、そっか。これにすぎ、いろんなお店があるんですよね。そこにのんびりしましょうか。行きますか、こっち。はい。思い出した、これがプリコット、この前鎌田さん、鎌田さんと、まあ、ずっと何の花かなって考えたでしょ、二人で。アプリコット、アプリコットって言ったら、本当に綺麗です。いっぱいですよ、海が。最初は桜がと思ったんですよ。違います。はい、アプリコットです。しょっぱいですよ、味が。海がフルーツが。
でも、あ、これは何でしょうか。パン屋さん。パン屋さん。パン屋さん行きましょう。はい、こっちで食べましょう。よし。何にしますか。これが美味しい醤油です。これが美味しいです。どうもね。どうもねですか。